皆さんこんにちは、こんばんは。サクの部屋へようこそ。私サクと申します。初めての方はじめまして。いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。ということで新生ザ・クルーが始まります。というのもザ・クルーね、ストーリーモードすべて終わりました。ということでね、車は俺の人生だということで、今日からはパートはね全然変わらないんですけど、はい、パートはね全然変わらないですけど、とりあえず今日からはね、車を買っていろいろレース三昧をやっていくということをやっていきたいと思います。まあ何言ってんでしょう。ということでですね、早速じゃあロサンゼルスのディーラーに車を買いに行きましょう。ところで今はどこにいるんだ。今はサンフランシスコか。はい、ということでロスに戻りますよ。下だ。ではロスにね、今からロサンゼルスに向かあれちょっと待って、はい、ロサンゼルスのねディーラー、ここに行きますよ。ディーラーちょっと遠いな。だいぶ遠いな。え、どこにいるの俺今。あ、ここか。ちょっと遠いな。遠いけどいいか。ちょっと喋りながら行こう。そうするか。ちょっと何キロになる、ウェイポイント設定したら。よっしゃ行くぜ。24キロあっという間に着くわ。さあサーキットスペックだし。さあ今からディーラーにね、ランボルギーニアベンタドール買いに行きます。おいちょっと待て。ほらサーキットスペックはああいうことが起きるから気をつけないとね。はいはい、ということで行きます。まあ途中なんか面白そうな、なんかプレートあったらやっていきましょう。はい、おい急ブレーキ。まあでもついにザ・クルー終わりましたね。本編はね、ストーリーモードの本編はついにね終わりましたね。まあでもこっからですよ。こっからが一番楽しいですから、レースに特化してね走り回りますよ。はい、さあぼちぼち着きますよと。さあもうすぐディーラーです。アベンタドール売ってるかな、売ってるかな。あれ毎回さ、お店に入るたんびに車の車種違うからさ、なかったら入り直したらいいのかな、わかんないけど、ちょっともしなかったらそうしましょう。そうしましょうね。パッと行き過ぎた。でも多分ね、これだけアベンタって言ってたらね、おそらく引き寄せてるから あると思います。あって、アベンタちゃん買うからね、ついに今日。いやー楽しみだな。やっとランボルギーニのオーナーになれるな。昔ガヤルドのスーパーレジェロを試乗して以来だな、黄色いやつな。懐かしいね。さあついに、おスラロームスキルはいい、あエスケープスキルか、まあいいや、とりあえずやりましょう。なんかストーリーモードが終わったらなんか変な感じするね。何もないから、ゾーイとかから電話もないし。さあなんか寂しいな、あれが終わったら終わったらなんか寂しいな。でもザ・クルー2に期待だな。ザ・クルー2に本当どんな感じになるんだろうな、楽しみ。もう速攻でもう予約だわ。さあとりあえず、おもうすぐディーラー着きます。あと300m、 急ブレーキで止まれるかな。はい無理だった。ういよし、とりあえずじゃあ入りましょう。フェラーリで乗りつけますディーラーに。さあランボルギーニ会ってくれ、アベンタドール。やっぱかっこいいよねこのムービーがね。さああるか、あるか。お、なんかな、おお、あったあった、ちょっと待って、あったよね、今あったよね。うわ来たよ、あったやっぱりね、引き寄せ来たよ。アベンタドール、しかも色はなんでこんな色なの。いやもうごめんね、フォードとか興味ない。うわ来た、しかも安いじゃねえか意外と。うわ来たわ。ちょっと待って、パガーニは、まあパガーニは高いけど買えるな。ウアイラも、ウラカンはまあ余裕で買う。なんでウラカンの方が高いのよ。あっていうかさ、セールとかしてたよね、セールとかな。でも今日はセールじゃないな。いやでもね、皆さんお待たせいたしました、お待たせいたしました。本当アベンタドル好きの皆さん、ちょっと興奮してますけど買いますよこれ。ついに反抗しますよ、反抗する勇気が今ここに。さあ購入しますよ。支払い通貨カードで一括で払います。うわーやった、購入押しますよ、ハンコ。あー押したー、
お、フルストックマシンを購入しました。2スペック利用可能。やったー。これで買ったよ、ついに。お、お、いいのかい？ん？これ何これ？購入ってなってくるの。あ、え？フルストックマシンじゃなくて、こっちを購入する。いや、一回、とりあえずこっちでいいんだって。あ、新しく買わないよ。ん？なんかその辺ちょっとよくわかんないけど、とりあえず、アベンタ買いました。やったー。ちょっと色が気になるけど、これ色変えれるよね。オールペイントできるよね。オールペン。買いましたよ。皆さん、ちょっとこの青のアベンタもかっこいい。かっこいいかもしんない青ね。まあでも僕は白に変えますけどね。かっこいいかもしんない。これはやばいな。かっこいい。これはでもあれだね、ホイールがね、これイペリオーレのホイールだね、これね。これね、僕が欲しいのはね、あのもう一個の方なんですよ。ディオーネフォージドの方、ディオーネフォージドの方ね、あの細い方、あれが細い、あのあっちが細いんだ、あ、細いっていうかあっちが欲しいんだけど。かっこいいね。これちょっとじゃあ中どうなってるのかな。中、お、かっこいいじゃん。おー、いいね、いいね。あ、本当にアベンタの内装と一緒だわ。かっこいいわ。うお、いいね、いいね。いいじゃない？ついに買っちゃいましたよ。ということで、じゃあ今からね、ちょっとロスの HQ に行きましょう。HQ に戻ってちょっと改造しましょう。改造ね。こっからがね、私作のね、走りに特化したザ・クルーの始まりですよ。ついにね。さあ、どうなる？いや、もうランボルギーニアベンタドールについて語りながら行く？語りながら行ったらアメリカ一周できますよ、多分。本当に。こんなん足らないよ。こんな HQ までだったら。これ。まずそもそもね、ランボルギーニ。これね、アベンタドールの LP700 ダッシュ4って言いますね。まあ、アベンタドールにもね、だいぶ種類あるんですよ。6種類ぐらいあるかな。何があるかというと、この LP700 ダッシュ4以外にも、LP700 ダッシュ4のピレリエディションとか、同じ700ダッシュ4で三浦オマージュっていうのもあるんですよね。お、いい音するじゃん、いい音するじゃん、結構。まあ、色は白に変えるけどね。かっこいい、アベンタ、いいね。それに、その後、あの、LP720-4 って言って、あの、50周年のアニベルサリオっていう限定車もね、あるんですよ。後に出てくるんですよね。で、その次が LP750-4。これがスーパーベローチェ。つまり SV ってやつですよね。SV ね。あれも、あ、いい音するじゃん。ちょっと本物とは音違うけど。で、その後、あれですよね、アベンタドール S。あれがね、LP740 ですね。740-4SV。っていう風になってますね。はい。で、あとは、あれ、ワンオフモデル。アベンタドール J っていう、アベンタドール J イオタですね。あれがね、ワンオフモデルでありますよ。オープントップモデルですね。あれが。オープントップのワンオフモデル。ね、世界に一人しかいないですね。はい。まあ、アベンタドール常にダッシュ4っていう、常に 4WD っていう、あれがありますけど、まあすごいですよね。で、そのトップワンオフのワンオフモデルで最近の新しいネタといえばあれですよね、ロールスロイスのスウェプテイル、あれ14億円ね、世界に1台、あの14億円のロールスロイス、あのロールスロイススウェプテイルもあのワンオフモデルって言われてますよね。誰が買うんでしょうね。あのヨットをイメージしてみたいな感じですよ。あ、指定された範囲から、うん、すいません、やりたいんだけどね、ちょっとね、あのアベンタぶつけたくないんだ、だからちょっとディーラーに行くまでは待ってね。さっきからすごい安全運転でしょ。あのぶつけたくない、あーぶつけたくない、ぶつけぶつけたくないとか言ってたのにいきなりやっちゃった。もう車両保険入ってないよまだ。はい、まあそんなんいいです、いいです。はい、もうエスケープスキルとかもうやってないから、俺もう全然やってないから、そんなことは。よし来たよ、よしよし、カスタムしますよ今から。やった、やっと買ったぞ。やばいわ、やばい、これもやばい。はい、来ました、ワークショップ。さあさあ、かっこいい、これやばいね。とりあえず、はい、ビジュアル変えますよ。ランダムってなんだ、ランダムって。丸、はい、カラーをまず白にします。白にしますよ。え、白がない、なんで。あ、あるじゃん、びっくりした、びっくりしたよ、ちょっとザ・クルーさん。え、何これ、え、普通の白なくない、
よかった。でもこれなんだ、これシルバーじゃん。待って待って、白がいいんだけど、なんなのさ。マジでこれダメなの？ダメなの？皆さん、なぜか白がないみたいです。残念です。これだけ楽しみにして買ったのに白がありません。マジっすか？なんで？なんでなの？ちょっと。まあでも青よりはマシか。とりあえずじゃあ白に一番近いシルバーにしようか。じゃあそうします。いやでもシルバーダメだな、やっぱりちょっと変えるわ。まあ一番シルバーにするわ。これにします、これにします。はい、 OK で、ステッカーはまあ見るだけ、これやりません。なんかちょっとテンション下がるな、マジで。なんで白がないの？まあこれもまあまあ本当に買う時のあれじゃないからね。あ、俺赤がいいな。あれ、どこ変わってんの？白はいいな。赤、あっちだけ変わってんのか、シートが。まあでも多少こういうの欲しいから、俺これにするわ。これにします。赤。あ、ハンドルも変わった。ハンドルじゃない。横も変わったね。プレート。プレートはね、これもこだわりたいけど、俺はね、10700にしたいんですけど、ないね。10700はね。パッと見で、俺これがいいな。これにするわ。これに。あ、でもなんか、リンカーンが映ってるのかな、これ。どうしようかな。普通にこれにするわ、これ。ウエストバージニア。そうだね。うん、これにしよう。これにするわ。で、リムよ、リム。さっきも言ったけどさ、ディオールフォージドのホイールないの？これしかないのか？いや、もう壮絶にダサいからやめて。壮絶にダサいからやめて。おいおい、壮絶にダサいからやめて。これもダメ。あれもダメ。これもダメ。あれもダメ。ちょっと、全然、ランボルギーニのさ、あれがないよ。純正がないじゃん。純正マジないじゃん。おいおい。まあ、そりゃそうか。これオフロードだもんな。もうオフィシャルだな。やっぱりこれしかない。イペリオーネのホイールしかないね。もうこれにするわ。じゃあこれでいって、あとは、あと何か変えれる？あとはそんなに変えれないのか。はあはあ。ほんなとりあえず、これでいきましょうか。ところフルストックマシンか。ちょっと待って、これフルストックじゃなくてさ、パーフェクト。すごくかっこいいんだけどさ、白が良かったな。ちょっととりあえずちょっともう一回ディーラー行きます。はい、コレクション来ました。コレクションでおそらくこの所有して、これを購入すれば、マイアミのチューナーにファストトラベルしますか？します。うん、なんかシルバーでもかっこよくなってきた。うん、かっこいい。いいね、パフォーマンスキット。で、ここでパフォーマンスカーにすれば、多分いいでしょう。サーキットのレベル、お、すげえ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 、全部上がるな。だからとりあえず、これで価格が上がるから、パフォーマンススターターのキットレベルを選択して、一番いいレベル40にしよう。これで40にしたら、あ、でも純正のあれじゃなくなるのかな。パフォーマンスカーにしたら。まあいいや、ちょっとやってしまおう。購入。あ、だからこういうパフォーマンスでもあるし、マシンチューニングしましょう。これもね。だから多分あれだわ。普通のアベンタも持ってるってことなんだわ。これで。で、これで白があるんじゃない？来たよ、白。オッケー、これにするわ。金払うよ。ハブリーよ、今は。今ハブリーよ。ステッカーはいらない。ステッカーはいらない。インテリアは？インテリア俺赤のライン入れたいからこれだな。これに決定。俺早いよ。
もう早いからね。これ全然フロントバンパーだと一番かっこいいやつは、え、何が違うのこれ。ちょっと待って、これ何が違う、ん、お、何が違うこれ。あ、これはダサい。うわ、かっこいいな、これかっこいいな。カーボンかな。あ、これいいね、下カーボンね、いいねいいね。でもちょっと俺ノーマルの方がいいな、ノーマルの方がかっこいいな。これこっちでいいわ、普通にこれでいいわ。いや、下にカーボンあった方がいいかな。皆さんどう思う？やっぱりカーボンあった方がいいかな。いや、やっぱりいいや、俺これでいいわ。これが一番ピンときた。これとこれの違いがよくわかんないな。何が違う？フロントバンパー N2。 まあこれにするわ。何でも買うわ、何でも。さあ次は、リアバンパー。リアね、リアは大事だよ。リアはね、ピンとくるやつがね、これいらないな。カーボンがいいんだけどね。リア、こんなん絶対いらないわ。こんなん絶対いらないわ。これもいらん。これもいらない。あ、じゃあ最初だな。やっぱ最初の普通の、この、あれだな。下がシルバーのやつだったね。これ、これがかっこいい。これにするわ。これかっこいいね。これ買います。そしてよ、スカート、リア、これはちょっと待って。これ1個しかない。今どんな？今これ黒か。あ、これはダサいな。俺これ買うわ。俺こっちがいい。なるべく白に近づける。うん、こっちの方がいいね。そしてホイールよ。ホイールがね、ちょっとね、黒がいいんだよね。あ、これいいな。いいけどな。まあ、これはもう純正がないからさ。はい、これにします。これにします。ロード1、これにします。これ買います。いいね、かっこよくなった。ミラーはね、普通のミラーがいい。うん、うわ、カーボンかっこいいな。750ダッシュ4みたいになるな、これやったら。あ、でも、あ、どうしよう、かっこいいかもしんないこれ。うわ、いや、でも俺あえて白でいくわ。白でなるべく、あの白のアベンタに近づけたい。リアウィングはね、カーボンがいいな。あ、でも白もいいな。でもカーボン、うわ、これはダサい、これはダメ。こっちにしようかな。何もなかったら、あー、うん、これもかっこいいけどな。うん、ごめん、これ買う。あ、ウィングなくなった。これ普通にノーマルに戻った。フードよ、フード。これがこんなんいらないな。何にもいらないなこれ。うん、これはもうノーマルでいいわ。これいらないわ。これいらないから、もうこのノーマルでいい。 OK、 完璧じゃない。これ結構いいでしょ。うん、これだったらかっこいい。いいかもしんない。で、コレクションで一応、だからこれも所有してるってことになってるから、だからこれでチューニングをして、マシンレベル上げていけばいいということですね。これでパフォーマンスができたんで、またレースとかにも出れると。で、サーキットはね、使えないみたいですから。はい。はい、こっからね、新しく、僕の車になりましたよ、これ。これ愛用しますよ、これね。よっしゃ。まあこれぐらいかな。マシンレベルもちょっとね弱いんで、またあのやっていこうかな。あ、待って、これエキゾーストとかこんなの選べるんだ。これは知らなかったね。高っ。でも高っ、めちゃくちゃ高え。車2台欲しいからな。あんまり高すぎるのを買ってもな。はい、これ十分かっこいいから、これでマシンチューナーを出ます。で、写真撮ろう。かっこいいわ、これいいわ。いいね、アベンタ。ちゃんとね、赤のステッチ入れたよ。いいね。ちょっと乗り回してみよう。ちょっとニューヨークかロスに行って、ちょっとロスに行こう。ロスに行ってちょっと乗り回そう。な、あえてここはね、ロスに行きましょうよ。せっかくなんでね。ロサンゼルスで買ったんですから、ディーラー。車を。さあ、ちょっとここにファーストトラベルして、ちょっと走りましょう。で、今日は走って終わろう。ちょっとカス、車購入パートになったね。記念すべきストーリーが終わってからの第1回目は。でもそれでいい。全然いい。それでこそね、車好きよ。
結構いい音なるね。あ、でも音似てるわ、本物と似てる、結構似てる。おお、いいね。せっかくなんで、あの別角度から皆さんどうぞご覧ください。かっこいいね。前全然見てないけどね、前全然見てない。あ、乗り上げる乗り上げる。おい、信号待ちしよう、信号待ち。どうですかこれ、美しい、かっこいいな。やっぱり違うね、アベンタドール。ちょっとどれぐらい出るかちょっと踏んでみよう。ちょっとここ道が悪いな、車だらけだ。いいね、やっぱりアクセルちょっと踏んだりはできないけど、ここでは狭くて。でもなんかいいね、ついに買ったね。ちょっとあのビル群のとこぐらいまで行こうか、ちょっとアベンタドールの話をしながら。まあでもね、アベンタドールは本当ね、まあかっこいいね、本当ね。ランボルギーニ、あ、ごめんね大通り出ようか。まあでもね、ランボルギー、僕はね、このランボルギーニ、アベンタドールの前のムルシエラゴがね、結構本当は好きで、LP640 とか 670-4SV とか本当好きだったんですよね。あれとか、で、僕もともとロードスターとかスパイダーモデル、フェラーリでいうスパイダー、ランボルギーニのロードスター、つまりオープンですね。オープンっていうのは、ね、結構苦手なので、まあそんなにね、乗りたいと思わないんですけど、まあだからクーペモデルの方が好きですよね。で、やっぱりそのムルシェラゴ、2010年にね、僕の当時大好きだったムルシェラゴ、LP640 がね、終了しましたよね、2010年に。で、ムルシェラゴの後継として、まあ2011年のね、ジュネーブ賞でね、初めて発表されたんですよね、このアベンタドールが。で、その時のアベンタドールの色が、そのイメージカラーというか、3色出されて、それがオレンジとライトグレーと、で、それがマットホワイトだったんですよ。その3色がね、最初出てて、発表されてましたね、その、賞にね、はい。で、エンジンフードが、これ、これちょうど後ろ、ガラスエンジンフード、クリアエンジンフードになってますけど、これがね、カメムシをイメージして作ってるっていうね、ありましたね。はい。あ、人跳ねるよ。あれ、ビル群どっち行った、ビル群。これ、左か。そう。で、カメムシなんですよね、カメムシ。はい、そうです。で、あれですね、フロントとリア周りあるじゃないですか、このリア、この今見てもらってるこのリアね、リアとこのフロント、これはね、昔っていうか、世界限定20台のランボルギーニ・レベントンと、あとこれ、S 統計っていうのがあって、ランボルギーニ・S 統計、これ、まあ、コンセプトカーなんですけど、これと共通性があるんですよね、このバンパーと。で、まあ、構造は、まあ、もちろんですけど、カーボンファイバーモノコック。で、これ、0100が、2.9 秒以下なんですよ。ちょっと実際やってみましょう。用意、ドン、1、2、3。あ、3秒かかってるじゃない。でも約 2.9 秒かもしれないね、確かにね。はい。まあで、あれですね、6.5リットル、これが新設計の V 型12気筒って言って、当時ね、すごい有名になりましたけどね。後にランボルギーニアベンタドールは LP750 どうだったかな、720のアニベルサリオを含めてリコール問題がね、ちょっと出てしまって、エンジンのね、ちょうどナンバー、今後ろ見てもらってるナンバープレートの左のダクトの部分ですね、黒の、あそこから火が出るって言ってね、いろんな、まあ、YouTube の動画ありましたけど、火が出るというね、ちょっとそういうオイル漏れみたいなのがあって、それがリコールになるということで、結構何台、何千台かな、リコールあったよね。とやっぱりそういうのがありましたと、新設計でね。で、740、今回のアベンタドール S からはそういうのも改良されてますから、まあ買うならアベンタドール S からですよね、もし今から買うならね。もうすでに乗ってる方はリコールでリーダーに出してください。はい。で、まあこれが DOHC の48バルブですね。だから結構ね、だからもうトルクもいいし、まあ、すごいいいですよ。で、7速セミオートマ、もうアベンタドールからはね、ムルシェラゴまでは6ミッションあったんですけど、まあアベンタドールからはね、残念ながらセミオートマになって、まあ本当にミッションが好きっていう方には物足りないかもしれないけど、僕はね、ミッションでメインって撮ってますけど、やっぱりセミオートマのパドルシフトの方が憧れがあるんでね、やっぱりサーキットと一緒でね。
もうアベンタドール好きすぎて、もうあのもう全長もね4m78とか全部知ってますからね。全部の幅が2030mm で、全高さが1100何歩だっけ、あれ忘れてるわ、1136だっけ、46だっけ、なんか1126かな、1136忘れた、なんかそんな感じですね。で車両重量が 1575kg、 1.5 トンですね。はい、まあそれぐらいはねやっぱりアベンタドール好きだと覚えますよ。でやっぱりねアベンタドールはもうかっこいいわ。でもなんかね僕ムルシェラオがすごい好きな時は、最初アベンタドールが出た時にみたいな感じだったんですよ。ドアが開く時もシザードアが開く時もちょっと斜めになるじゃない。ムルシェラオだったら綺麗に上に上がってるじゃん、前から見た時ですよ、前から見た時。アベンタドールってちょっとこうバンザイと手上げたみたいな感じになって、いややっぱりムルシェラオの方がいいなとか思ったんですけど、でもやっぱり見たらね、実写を見たらねやっぱりアベンタドールの方がかっこいいなと思って、まあ、ムルシェラゴもね今でも好きですよ、十分ね、こうかっこいい車ですよ。はい、でもやっぱりねアベンタドールもかっこいい。でアベンタドールはすごいエンジン音がいいんですけど、今のアベンタドール S になったらちょっとねエンジン音がね、フォルサモードにしても結構ね音がちっちゃいんですよ。だから昔の爆音、スポーツタイプ、スポーツモードとかにしても音が静からしいですね、アベンタドール S はね。まだ乗ってないんで分かんないですけど、まあね、時期にね、市場でもちょっと乗ってみようかと思いますけどね。はい。まあそんな感じでね、今日はもうアベンタドール S をの、アベンタドール S じゃない、アベンタドールを買って納車して、カスタムして終わるだけのパート。本当にもしかしたらつまんないパートになってるかもしれないですけど、初めからそういう計画だったんでお許しください。まあということで次回からね、またマシンスペックも上げて、いろんなレースに参加して、まあフレンドさんともやって、まあフレンドさんと PVD 参加するパートを作ったりとか、いろいろね、やっていこうと思います。それではまた次回もね、ご視聴いただければと思います。なんかスクショになるようなやつ、綺麗なの撮ろうかと思ったけど、あれだね、難しいね。これでいいかな。これかっこいいね。はい。ということでまた次回もよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。サークでした。皆さんご視聴ありがとうございます。サクです。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。